今回はですね、まあ、引っ越して、まあ、2年、もう経過したということで、あずさんの過眠症の症状が、この2年でどう変わったのかっていうのをちょっと記録として、撮っていきたいと思います、はい。まあ、それぞれね、化学物質過敏、電磁波過敏、低周波症候群とあると思うんですけど、それぞれについてね、ちょっとね、そうね、はい。でまずあの群馬県からこちらに引っ越してきて、あのその年、にあった症状、それからどうなってるのかっていうふうに話そうと思うんだけど、まあ、要は群馬県でひどかった症状が改善しているかどうか、はいはい、それから群馬県で症状がなかったものが悪化してるかどうかとか、はいはい、そういう観点から見ると、うん、まずやっぱり環境要因がやっぱり強いなっていうふうに思ったんですけど、低周波音症候群、電磁波過敏、は、改善が少し見られた、素晴らしい。まあ、もともとは群馬県桐生市かからですね、で今山梨県北杜市に環境が変わり、まあ、家もね、だいぶ住まいの形も変わったことで、その2つはちょっと良くなった、そうそう、どう良くなったのか、まず低周波症候群は、夜間の連続睡眠時間が伸びました。そこはつまり室外機とかエコキュート系のやつが周りにないからですね。ってことはそれはまあその県の違いというよりも本当その家の周囲の環境が離れたことによってっていうことですね。だいたいそのひどい時、ま、あの群馬県桐生市は、あの地域はちょっと違うところで町が違って、2つの物件で過ごしたことがあるんですけど、1つ目の物件の時、連続睡眠時間2時間なかったんです。やばい、やばかったんですよ本当に。もうそれはガスの給湯器のやられて、その後換気扇か、換気扇とかもう本当昼間もずっと騒音だらけで、夜も騒音だらけというか24時間音が止まなかったのね。でそこではやばかったですね。でその違う町に移って連続睡眠時間は3から4時間ぐらい伸びたんです。ちょっと増えたんだね。ちょっと増えたんです。でところが細切れに起こされていて、まあ、隣のお家の、夜中1時とかそういう時間にお風呂とか入られちゃうともうそれで起きてしまう状況になったりとかね、はいはいはい。で今は連続睡眠時間が6時間取れる日も、もうこれが結構増えたおかげで、昼間の騒音にだいぶ耐えることができるようになったんですね。夜間寝れるからね、回復するからと、少し回復できました。で時にものすごい疲れた時とかは、まあ、これ気絶してるんじゃないのと思うけど、まあ、7、8時間寝れることもあるんですけど、でも明らかに体力が回復したなって思えるのは、カモフラージュのための音楽のボリュームを上げることができるようになってたりとかするんです。なるほどね。ま、前は、その群馬県にいた頃は、まあ、そもそも歌ありの歌詞が入ってて歌がある音楽聴けなかったし、ボリューム音が、10以下じゃないと、もう気持ち悪いって状態だったんです。カモフラージュになってないじゃんっていうような状況なんですけど、で今は、最大ボリュームが25のステレオで、15、16で、まあ、音楽を鳴らすこともできる状況になりました。すごい。あとカモフラージュで言えば、あのやっぱ振動を自分で出すっていうこともできるようになってて、引き戸とかをこうガラガラガラって開けることすらできなかったんですよ。でそれが自分でこう足をバラ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 って、
早く足踏みすることで、なんとかごまかして、ごまかして引き戸を開け閉めすることが今できるようになってます。なるほどね。うん、それとあと洗濯機、うん、あれが前その脱水しか使えない状況だったんですよ。なんとか頑張って脱水だけなんとか使ったっていう。でも脱水が一番うるさくて気持ち悪い音するんだけど、でそれが今はあの毛布コース一回回すことができるようになりました。でもそれはやっぱりカモフラージュ付きなんですよ。やっぱり脱水の時気持ち悪いので、あのキッチンの水道水をこう使う、うんうん、自分が洗い物してガチャ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 音を出してなんとか使ってる。なるほどね。っていう状況ですね。はいはいはい。っていうわけで少しの改善を見られてる。なるほど。で電磁波花瓶の方はどう改善したかっていうと、うん、あの昔はじゃない、その来る頃っていうのは、うん、静電気がもう手にまとわりつくような感覚っていうのがあって、うん、ビニールの手袋とか使えなかったんですよ。うん、でその静電気が発生するような繊維のものを着ることもできなかったし、うん、すぐバチってくるので、とにかく静電気が発生するようなプラスチック系とか、うんうんうん、あのクリアファイルすら触れなかったんですよ。そうだね。何触るんでしょう。こうやってつまんでた。そう、それが今はあのなんていうんです、このビニール手袋をつけて洗い物をすることもできるようになってたり、うん、だから自分の帯電が ね大幅に減少したらしくて、アース線を握る機会も減ったと、うん、だいぶ減りました。うんうん、でこの間ね、あの避難のために、うん、ダウン？ダウンね。着ましたよね。うん、はいはいはい。それ1年前着れなかったんですよ。あ、ダウンは確かに静電気きそうね。うん。なんとかだから静電気が来ても、うん、なんとか耐えてる。耐えられるとようになってて、でもまあ、服はね、うん、あんまりそう静電気発生しないもの使って。それなんでなんですかね。それ環境のせいなんですかね。それともその夜寝れるようになったからとか。あ、多分なんですけど、うん、この静電気が発生するものをしばらく置かなくなったので、あ、自分が帯電しなくなってるし、物にも帯電しなくなってるし。あ、じゃあ環境っていう、まあ、自分、まあ、環境っちゃ環境だけど自分の身の回りのものを変えたことで、うん、うんうん、改善したっていうことか。そうだからやっぱりが外側からの刺激を変化させたことで、うん、ですよね。あの洗濯物を干す時でさえもステンレス製を使っていて、うん、めったにそのプラスチック製とか使わなかったし。なるほどね。うん、じゃあその土地とか家が変わったのはあんま関係ないと、逆に言うと電磁波の方、うん、これはちょっと次の改善では、あ、はは、次話が出る、うん、分かった。すいません、先ました。いや、多分なんだけど、うん、それはあるとは思う。なぜならばここはその隣のお家とか周りのお家がかなり離れてるので、うんるね、うん、そこで使われている電波とか、うん、そもそもブレーカーが上がってるお家っていう状況じゃない、うん、近くにないので、うん、被爆することが少なくなったんですね。そうかそうか、うん、あの配達員さんが持ち込む携帯とかさ通信機っていうのはそれもあの張り紙で、あの この土地入ってくる時には完全オフにしてくださいね、電源をっていうようなポスターとか貼って、それでどういう事情かっていうのも引き継ぎちゃんと、うんうん、周知できるようになったおかげで、うん、被爆しなくなりなったから、うんうん、外部からの刺激っていうのも少なくなってる、うん、だから引っ越してポツンと一軒家のようなところに来たおかげで改善してますよね、やっぱりそこは。なるほどね。そうかそうか、うん、あ、了解っす。で、うん、まあ、そうやってやってるうちに、う
すごい重症を負った自分の細胞とか皮膚とかも見てもらえれば分かると思うけど、うん、だいぶ復活してるので、うん、また細胞自体も多分入れ替わったと思うんですよね、うん、まあ、そのおかげでこのビデオカメラとかを今までは、うん、こう 手で持って、うん、直接このカメラを持ってっていうのが気持ち悪かったんだけど、うん、それも耐えられるようになってたりするんですよ、うん、だいぶ、はいはいはい、うん、ずっと三脚だったけど、うん、うん、そういうことか。だけどまあ三脚の方がまあ安心してますね、こう離れてる方がね、うん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 、なるほどなるほど、うんうん、で化学物質過敏の方は何の改善もしてません、うん、まあ悪化だよね。悪化なんか悪化しかないなかった どう考えてもね、うん、うん、ただその低周波音症候群も、うん、電磁波過敏も、うん、間違った、低周波音症候群の方は環境が変わることによって発生源が増えちゃってるので悪化の部分もある、うん、ああ発生源っていうのは航空機、航空機騒音は前いたところよりもひどくなってる、うん、ヘリコプターの数も多いし、うん、なんだろう、この土地の形状とかもあるんじゃないかと思うんですけど、山に囲まれすぎてて響っちゃうとかと思うんだけど、あと数も半端なくて、うん、まあね、それはね、基準分かんなかったね、うん、やっと分かってきた、その多いことがね、旅客機とかがね、うん、あとはその近くにとんでもない工場があったりとか、うん、その低周波音発生源があってとか、うん、あと発泡音っていうのも、これは群馬の時なかったか、あのね、猟銃音みたいなのはあったんですけど、うん、花火用のとんでもない、その打ち上げ花火用のとんでもないどん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 言うやつ、ドンパチやるような音っていうのは、うん、こんなに頻繁にならなかったですね、うん、なるほどね。あと爆音機っていうのもなかったんですよ。あ、ここはね、あの土地柄稲作やってるので、どうやらその爆音機っていうのが設置されてるところもあるみたいなんですよね。なるほどね。それから、草刈りチェーンソー、うん、草刈り機やチェーンソーっていうのもやっぱりこう木がたくさんあるところだからゆえに、年がら年中、ほんと年がら年中、これは個人がやってるのもあるし、業者が入って林業やってたりとか、ほんとあちらこちらで鳴るんですよね。それはそっか、綺麗の時はそっか、どっちかというと住宅の方の被害が多かったんだけど、うん、そうだよね、こう田舎、より田舎になるとというか、うーん、山に入ってくるとね、そっちの害が出てきたと、うん、そう、もう季節関係なくなっちゃったんですよね。うーん、冬も夏も春も秋も。それはやっぱ軽井沢、まあ、さらに前に軽井沢にいた時もそうだったと思うんですけど、うん、それと同じぐらいですか。いや、軽井沢は逆にあの観光地で、うん、あと別荘地がはっきりしてたので、うん、ゴールデンウィークに集中してました。あ、じゃあ地獄の1週間みたいな。いや、あのね、ゴールデンウィークのちょっと前から始まって、うん、みんなやっぱり避暑地に行きたくて、静かに過ごしたくて別荘構えてる人たちが多いから、うんうん、ある意味自粛期間っていうのが、自粛期間ね、うん、あの条例で決まっていて、夏静かな時もあったんですよ。なるほどね、うん、でもここは何の条例もなくって、そういうもう、まあ、無法地帯、そうだ、自由って感じで、うん、じゃあ草刈り音自体は軽井沢の方が少なかったんだ、まあ、総量としては。うん、1年を通しての総量は少なかったと思います。あ、そうなんだ。でもまあ集中されてたらきついわな。それね、ほんと最悪、私がその引っ越した年にちょうど近くの土地で、うん、整備が入っちゃって、工事音が半端なくて倒れましたけど。あ、でその工事なんだけど、うん、ここは工事音もひどいね。すごく遠くからの工事音も聞こえてきちゃう。どこでやってんのって思うようなのがいっぱいあって、つかめないんですよね。やっぱこう土地の形があるのかもしれないね。それはね、なんかありそうな気もするんです。
まあ、そんなわけでね、どういう症状がじゃあ出てきちゃってるのっていうと、うん、それによって気絶回数がアップしちゃったんです、うん、上がっちゃったの、上がっちゃったんですよ。でチック症状ってこうなんか不随に、うんうん、筋肉が震え出すっていう症状も増えたし、うん、あとは胸の痛みが半端なかったり、うん、目の奥の痛みっていうのがずっと取れなくて増強しちゃうっていう、うん、変な症状が出始めちゃったりして、でも吐き気がしない日がない、一日たりとも吐き気がしない日がない、うん、きついの、本当にきついの。でまあ、さらにでもそういう生活スタイルの人たちに、うん、頭下げてお願いしたとしても、うん、そのやむこともなくって、うんまあ、村八分にされ続けてきてて、うん、もう生きる気力を失ってびし自殺未遂をここで2回ぐらいしましたね、うん、であとそのここまで自殺を図るほど苦しみっていうのは、うん、実はこの低周波音症候群 その低周波音の 音源がいっぱいあるっていうことだけじゃなくって、うん、化学物質過敏を引き起こすような、うん、発生源が多数もう とにかく外に漂ってるものが増えちゃったんだよね、うん、群馬から来たより、うん、そこだよね。群馬では例えば野焼きの匂い、うん、演習っていうのもその農業やってる人と本当に違法で野焼きしてるバカ者がいて、うん、で本当その2件が問題だったんですけど、まあ、しかも近かったね、うん、そっから逃れるためにここに来たはずなのに、ここではそのオタク自身自体は遠いけど、うん、外の大気を汚染するレベルで、うん、周りみんながその薪ストーブやら薪風呂やらその薪を使った生活してるせいで大変な息苦しさと呼吸困難を引き起こすようになっちゃってます。こっちはとタチが悪いですよね。なんか野焼きはねだんだん取り締まられてるけどね、薪はねまだそうなってないからね。そう、さらにひどいのはその農業が大規模すぎる焼き畑農業が始まって、うん、まあ、公共なのかその事業が分かんないんですけど、うん、まあ、それだけじゃないね。あとその農薬散布ですよね、うん、農薬散布芝焼きか、うん、まあそういうのかな。あとはその土地がまだ結構残ってるところだから新築するお宅も出てきて、そうするとペンキの匂いだとか、まあその日曜大工を楽しんでる人とかもいるみたいで、うん、結構ド派手な色してる家あるからね、緑とかひどい、もう喉が焼ける痛みを発してて、まあ、そのせいでちょっとその去年まではその外で庭先まで出ることができたのがデッキまでしか出れなくなったんですよ。活動範囲はね狭まってます。そう、一人で出ていけなくなってしまった。そこがだからまあ本当に家の外の空気の環境は悪くなったんですね。すごい悪い。家の中はまあね、作りのおかげでね、前よりは良くなったんだけど、そう、でもまあプラマイで何なの、まあ、まあ悪化しちゃってるってことでね。そうですね、だってその1年前には出てこなかった症状としては、うん、結膜炎、ひどい目やにで目が開かないとか、うん、あと吐血したりとか、うん、あと喘息用の咳込み方をしてしまって、うん、辛いっていうのとかあって、その防毒マスクを使ってたのが酸素ボンベになっちゃったりとか、もう使うものまで変化するようになっていて、うーん、防護服を着ないと外出れないとか、うーん、そう、防護服着てやっぱ避難とかするときはね、車の匂いをねつかないように服にねそうしないといけないとかあったんだよね。前はだから車を乗れてたんだけどね、乗れてた、うん、多分そのたくさん刺激が増えて体勢がもうつかない状態で、うん、ちょっとした
刺激にも耐えられない状態になってるんじゃないかと思うんですけど、その体育杯できた段ボールでさえ臭くて頭痛がすることもあるんですよね。段ボール取り込めなくなっちゃってね。そうなんですよ。だから あるその化学物質過敏のことを理解できてる宅配業者さんとかは、段ボールにビニールを巻いて、あ、そうだね、そう、配送の時に匂いが付着しないしてしまわないように、そういう配慮もしてくれてるんですね。素晴らしい。まあ、それを利用するしかなくなってしまった。で、まあ、今し化学物質の過敏の重症化を言いましたけど、じゃあ電磁波過敏はなると、悪化はしてないんです。だから電磁波過敏は唯一悪化がないってこと。うん、だね。改善しかなかった。そうそうそう。まあ、だって。ブレーカーはずっと切ってるし、ああ刺激が抑えられたからっていうところでかいんだな。ああだからそっかそっか。電磁波過敏はもう悪化なしで改善した。で、低周波症候群ちょっと改善したかもしれない。低周波症候群はどっちもあるわけだね。改善した睡眠が改善されたけど、まあ。なんか症状は増えてるからどっちかと悪化したようにも見えなくもないけど、まあまあどっちもあると。で CS は良くなったとこはなくて、そう悪化、完全悪化と一番悪化したよね。なんかここだってさ、化学物質過敏の対応の家です、っていうか、それでここのお家の人は完治とか言ってたんですけど、真逆でしたね。家の素材はまあ助かってるけど、外の環境がね、それさえ、環境要因がなければ多分症状はこんなに出てこなかったと思いますね。治ってたかもしれない。治ってたというよりもやっぱ電磁波過敏も同じだけど、刺激がない分それに反応しなくしてないだけっていうことなんだと思うんですけど、そういう状況が作れたと思うんですけど、そしたらより体も回復してね、してたと思います。もう少し活動できたんじゃないかと思います。寝てるというか、その集中できてる時間がないんですね、ほとんどね。ああそういうことか。ああ、ね、だってこういう感じと。そうなんです。ということでね、まあ一旦、記録として取っておきました。はい。はい。